どうも、あきです。パープルアプリやっていきましょう。今回はこちらの祝賀会サマーフラワーカーニバルを最大50連引いていきたいなと思います。はい、というわけで本日のガチャ更新でやってきたこちらのガチャなんですが、なんとあのひまわりの別バージョンが登場しております。麦わら夏のひまわりですね。はい、こちらのキャラクターが新キャラとして登場しております。そして5回目にこの麦わらの夏のひまわりが SR 以上1枚確定でございますので、まあ、5回目まで引けば必ず新バージョンのひまわりが手に入るわけなんですが、私ですね、少し様子見をしておりました。まあ、というのもひまわりです。あのひまわりですね。はい、もう本当に無能オールスターズの代表格でもありますあのひまわりの別バージョンと聞くと、さすがにどうなんだと、ちょっと無理あるんじゃないかなと思ってですね、まあ、攻略サイト等出てくるのをですね少し待ってみたんですが、このひまわりどうやらかなり強そうです。というわけで今回はですね、この母体を手に入れるまで引いていきたいなと思っております。まあ、最大50連ですね。おそらく SR さえ手に入ればプラス5になると思いますので、まあ今回ですね、50連引いていければなと思います。とその前にですね、今日本日ですね、バージョン 3.7.0 のアップデートがございまして、なかなかいいアップデになっているのでこちらを見ていきましょう。ただですね、基本的には僕いいアップデだなと思ったんですけど、一つ最悪なのがなんか不具合でエビル航行が今できないっていう。特にこの別バージョンのひまわりがエビルで強そうなんですよね。普通に強いというよりはエビルでかなり使えそうなキャラクターになっているので、ぜひ早速エビルで使いたかったんですが、今エビルができないっていうね。早く直してください、コナミさん、よろしくお願いいたします。はい、ただですね、このもう今お知らせ読んでたら分かると思うんですけど、お知らせがですね、かなり、なんて言うんだろう、ヌメヌメ。まあ、いい感じで動くようになっておりまして、で、この進む、戻るボタンとかも、できてというところで、そこもなんかちょっといいなと思ってます。全体的になんかアプリ軽くなったのかななんていう印象を受けているんですが、まあ、そこは書いてないんですけどね。はい。で、アップデート内容といたしましては、守備補給が101以上の選手に対して、試合中のエフェクトを追加。まあ、かっこよくなっていいですね。はい。そして選手ランクの上限を解放ということで、SS級以降に新たなランクが追加されましたと。どうやらですね、SS級を超えるような選手を作っていらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、続いて、パワフル G というものが追加されたみたいです。パワフル G、パワフル G1 とランクアップしていって、パワフル G9 までありますと。いや、ここまでいったらもうちょっとよくわからないですけどね。はい。いや、パワフル G9 まで行く時代が来るんですかね。で、次は PF。パワフル、フルでいいんですかね。ちょっとわかんないですけれども。はい。まあ、とりあえずですね、僕もパワフル G っていうのがね、見えるように頑張っていきたいなというふうに思っております。はい。で、その他といたしましては、これが大きいですね。イベキャラボックスの最大が300まで拡張されまして、それに伴ってイベキャラ倉庫も最大600まで拡張できるようになりましたと。はい。で、お知らせの枠に戻る進むボタン追加と。なんか全体的にお知らせとかはなんか読みやすくなったというか動きやすくなったような気がしているんですが、気がするだけかな。ぜひ皆さんの、ご意見ご感想お待ちしております。はい、というわけでございまして、サマーフラワーカーニバル引いていきましょう。で、まずはこのひまわりですね。詳細を確認しておきますと、金徳が野手なら祝福でございます。そしてなんといっても得意練習がダブル得意練習。守備と肩のダブル得意練習となっております。まあ、守備肩のダブル得意練習いいですし、祝福も骨三確定みたいなので、まあ非常にいいですね。で、さらにですね、いい情報がございまして、一つ目、なんとですね、補給のコツを持っております。補給コツですね。まあ、補給の上限アップを誰でするのかっていう問題は最近あると思うんですが、補給上限アップするっていうところはもう変わりないと思いますので、まあそういう意味でも、補給コツかなり嬉しいんじゃないでしょうか。まあ補給って、その基礎値の中では一番経験値的には楽なものではありますが、まあなんといってもやはりですね、精神ポイントが異常にかかるというところはあるんで、ポイント数は少ないけれども、精神ポイントの割合というか、精神ポイントの数で言うと一番辛いものになってきますので、まあ精神ポイント辛いよっていうデッキの場合とかにはかなり役立つんじゃないかなと思います。特にこの夏の事態が、守備と肩ということで、まあ精神ポイントを稼げる練習ではないですよね。はい。なので、より嬉しいんじゃないかなというふうに思っております。で、続きまして2点目がですね、なんと金徳イベントが起こった際に、
守備が直上がり3来るみたいですね。もしですねこれうまくいってその101になる瞬間とかで上げることができたら、まあ経験点かなりの割引になりますし、まあそうじゃなくても、もう守備 S とか A 行っていればかなり嬉しいですよね。はい。イベントがそしていいんですよね。まあそれ3つ目に挙げましょう。イベントが非常にいいというところでございます。この別バージョンで1個追加されたイベントも、1個追加されたというか、元々のイベントの3回目が変わるっていう感じですかね。はい。勝てばパワー飛骨1ではありますが、まあ1でも嬉しいですよね。で、体力最大1も上がるという形になっております。で、金徳イベントの途中で早急骨が引き続き元のバージョンと同じで取れるという形になっていますかね。引き続きっていう感じでもないな。早急骨3、しかも経験点もいい。うん、非常にその辺含めていいなと。そしてラスト、非常に大事なことを忘れていました。スナイパーみたいですね。そこが一番素晴らしいです。はい。エビルで使う上でスナイパーっていうのがいいなというところで、まあここは、50連引いてもいいのかなと。まあ最大50連引いてもいいのかなと思っております。ガチャ詳細。初回、麦わら PR 以上1枚確定。麦わらって呼ぶのかな？みんななんて呼ぶんだろう。ひまわりから麦わら、ルフィか。2回目 SR 以上1枚確定。で、麦わらは常に出現率アップ。で、SR 以上確率アップもあるので、まあ、5回目まで引く可能性そんなには高くないでしょう。で、3回目個人的にかなり好きな PR 以上10枚確定。で、4回目 PR 以上1枚確定からの5回目ですね。はい。というわけで、これはもう引いていきましょう。うん、行きましょう。ひまわりって排出停止なんでそんなに持ってないか。いやでも言うてもそこそこは持ってると思うんだけどな。まあプラス5にするかどうかはまた別問題ですしね。はい。いやプラス5するか、おそらくすると思います。でもなってくれると思いますね。おそらく言うても結構持ってるでしょ。ミキサーとかかけちゃってるかな。でボーナスついてますよと。はい。さあ2回目行きましょう。さあ頼む頼む頼む。志賀くん、ただ夏野に関してはやはり残念なところもあるっていうのが印象ではあるんですよね。まあ別バージョンということで、まずは特能が残念すぎます。ロボ比意外性っていう、もう本当に最悪な感じの2個しか持っていないと。はい。で、続きましてが、テーブル的に初期評価もかなり低いんですよね。まあ、この2点だけは別バージョンになっても引き続きちょっと問題点としてはあるのかなというふうに思っております。さあ、PR 以上10枚確定。さあ、この辺で引きたいな。この辺で終わらせたいな。ナイス、オッケー！というわけで、まあ、とりあえずここで終了っていう感じだな。はい。45で、タックが 10% 伸びますね。まあなので全然その解放前提とするようなキャラクターではございません。35で固有ボーナスもつきますので、まあ十分ここで使えるのかなというふうに思っております。なので、初心者の方とかも、これは手に入ると普通に嬉しいキャラクターだと思いますね。で、あとこれはまあ個人的なあれなんですが、まあ肩デッキの時代がですね、絶対、まあ遠からず来ると思っておりまして、まあ敏捷ボーナス持ちの肩キャラ。っていうところで考えると、そこもいいのかなという感じですね。はい。あ、これは、ちょっとじゃあ、解放行きましょうか。はい。解放行きます。さあ、というわけで、ボックスの拡張を行いましてと、はい。本日来ました、ボックス拡張からの、まずは、ま、ここをぶち込みますね。さあ、3段階来てほしい。お願いします。もう元のバージョンのひまわりさすがにいらないでしょう。OK、ナイス。これはいけそうな気がする。なんだか今日いけそうな気がする。あると思います。さあ、ただやっぱり排出停止キャラだったんでそんなには持ってなさそうですね。いや、いっぱいいた。意外といる。あ、意外と、これは絶対プラス5になるな、さすがに。なんで SR とかもまだありましたけど、ある程度そこは置いておきつつやりましょう。まあミキサーにも回せるし、いろいろ使えるんで、 PSR 引けた時もありますし、なるべくこいつらで完結させます。おっと、まあまあ、これも 100% なるな、こんだけ PR とかあれば。はい。
てかもうこれが2段階くれば終わりっていうところがまずあるので、まあ2段階ですね、まずは狙いましょう。はい、なんでこんなに、あれ排出停止だったっけ、本当にちょっとすいません、もう排出停止キャラとかが多すぎて分かんなくなってます。ただ間違いなく排出停止になっててもおかしくはない、まあレベルの外れキャラだったなと思っているというお話ですね、僕自身が。で、行くぞ。さあ、頼む。2段階来い。まあ、となるとどうなんだろう。まあ、いっか。PR 単体で最後食わせますか。さすがに来るでしょ。おっと、まあでもこれさすがに PR1 枚に PR5 枚食わせるのはもったいなすぎるんで。もったいなすぎるんでね。さすがにね。確率的にそろそろ来てもおかしくないですね。はい、行きましょう。マジで？デジマン？マジデジマン？え、やば！運悪！てかあれか、別バージョンだからこれ PR プラス5は確定では作れなかったんですね。6枚いるんで、同じバージョンで6枚ないと PR だけで PR プラス5は作れないと。え、やば！はたくんやばか、これあの伝説の動画。え、やば！え、え、やば！ PR 何回外したんだ？ 30% 確率間違えてるだろ。はい、というわけで、まあまあまあ、無事プラス5になったんで、よしとしましょう。こういう日もあります。はい、というわけで、これはぜひ、エビルで使いたいですね。スナイパーっていうところも本当にいいと思います。というわけで、早く、エビル高校の復活をよろしくお願いいたします。同じ気持ちだよっていう方は、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス！